いつも YouTube 見てくれてありがとうございます。私は目が見えないのですが、お料理が大得意なんですよ。今日は調理人パート2をお送りします。メニューはあっと驚くスペアリブです。それでは私の大事なお鍋ちゃんを紹介します。これ30年前に購入したお鍋なんですけれども、見えないけどピッカピカー、すごいじゃ、すごいでしょね。前回このお鍋紹介したんですけれども、何人かの人が新品買ってきた、来てね、出したんでしょうって言われたんですけど、本当に30年前のお鍋なんです。このお鍋ちゃんはね、お肉焼くときは油一切いらないんですよ。ダイエットしてる方多いと思うんですけど、もうぴったりのお鍋なんです。それから煮炊きをするときにはお水一切入れません。野菜の栄養価がね、たくさん詰まった煮物ができます。あとそうですね、揚げ物は1センチの油でできます。それからお魚も焼けちゃうんです、ね、本当にすごい私のお鍋ちゃんなんですけれども、目が見えない私でもどんなお料理でもできちゃう、魔法のお鍋ちゃんです。それではスペアリブ作ってみたいと思います。はい。今日の材料なんですけれど、スペアリブとマーマレードとお醤油だけ、この3つしか使わないんですけれども、簡単にスペアリブができます。どうですか、このお肉、すごいお肉でしょ。ね、私はお手手がお目目なので、今日手袋してますからね、これで並べていきます。じゃあいいかな。それでは、ママレードを入れてもらいます。はい、お醤油が、瓶の半分です。じゃあ一回蓋を閉めて、はい、はい、一回蓋を閉めます。そして火を入れます。中火、中火を入れて、カタカタ言ったらとろ火に落として、煮込みます。はい、そろそろ沸騰してきました。こんな感じですね。じゃあこれをとろ火に落とします。はい、こんな感じです。美味しそうですね。はい、でこれでとろ火に落として、20分で出来上がりです。はい、じゃあ時間になりました。蓋を開けてみます。じゃーん、どうですか、すごい美味しそうでしょう。うわー、じゃあこれをお皿に開けてもらいます。はい、じゃあお願いします。じゃあ火を止めます。はい、お皿の盛り付けが終わりました。どうですか、とても美味しそうでしょう。今日これでワインを飲みながらスペアリブ食べたいと思います。そしてね、あのお鍋の中に残った、調味料なんですけれども、この中に野菜を入れて煮るとまたもっともっと美味しいね、煮物ができちゃいます。本当にマーマレードと、お醤油とお肉だけで作れちゃうので、もう本当にね、とってもとってもとても簡単にできるので、皆さんもやってみてください。それでは皆さん登録よろしくお願いいたします。カオルでした。